Zip FM Podcast Program Podcast Program 7 Habits あなたと子どものいい習慣。みなさんこんにちは。7 Habits あなたと子どものいい習慣、自立学習コンダクター氷見ゆきなりです。このプログラムは皆さんの人生をより良くする、特に子育てをしている方に向けて、子育ての新たな扉を開けていくような、お子さんとどう関わっていくのがふさわしいかを7つの習慣でアプローチしていくプログラムです。まずはこの番組を私と一緒に進めていってくれるのはこの方。はい、皆さんこんにちは。子育て興味津々、磯村美也です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。7 Habits あなたと子どものいい習慣。それでは第6の習慣にね、はい、入っていこうかと思います。はい、お願いします。第6はですね、シナジーを発揮するはいです。まあ、シナジーっていうのは英語ですからね、はい、相乗効果っていうふうに訳されてます。はい、日本版ではね、はい、相乗効果を発揮するです。この456というのは自立から相互依存への階段を上ってるわけですけど、はい、その最終ですね。はい、なんで相互依存ってね、ちょっと耳慣れない方もいらっしゃるかもしれないですけど、これは協力するってことですよね、うん、はい、そう、協力するの最後は相乗効果を発揮するということなんですよね。はい、はい、で私たちは人間関係においてね、まあ、この番組をお聞きの方は親子関係においてね、まず違うよってことですもんね。はい、人それぞれ違うよってことですよね、そこのパラダイムが違うということを、はい、学んできましたね。ここまで学んできましたねはい、でそれらの、まあ、2人の関係があるとですね、相乗効果が発揮できますよっていう話なんですけど、これの土台になってるのもこの第4の習慣、ウィンウィンを考えるなので、はい、ね、相手のウィンは何ですか、自分のウィンは何ですか、それを叶えるためにはどうしたらいいでしょうか、はい、っていうことですけど、なのでどっちかが勝ちとかどっちかが負けとか、そういうパラダイムではないんですよね。はい、はい、両方が希望する状態、ね、手に入れたいという成果を手にするという、ね、はい、ことを目指しています。はい、そのための相乗効果です。はい、ね、難しいですかなんでウィンウィンの時にもやりましたけどね、焼肉食べたいとか、あ、はい、ラーメン食べたいっていうのありましたよね。はい、そうそうそう、今日何食べるのやつね。そう、だからじゃんけんして焼肉行くとラーメン行くっていう勝ち負けの問題ではなくて、はい、相乗効果を発揮する考え方をするってことですね。あー、はい、確かにそれ常にできてたら人間関係めっちゃいいかもね。うん、お互いにできてるパターンはですよ ね。そうだけど、この焼肉ラーメンパターンだと、はい、相乗効果を発揮した場合はどうなるか分かります？これ太る面白いな太る、違う、だって両方いっちゃうってことでしょ。あ、両方いっちゃうんだ、これそう、ウィンウィンだと。なるほど、それはまだね相乗効果発揮できてないですね。え、どういうことですか、相乗効果を発揮するって。そうなんですよ、この相乗効果を発揮すると、実はやばい、焼肉とラーメンで相乗効果あります焼肉とラーメンの相乗効果、え、全然わかりません。あると思いますよ、はい、これね、ラーメンを食べたい人にとっては、はい、相手の焼肉を食べたいは、はい、自分とは違う意見なわけじゃないですか。はいね、はい、だけどこの人は焼肉が食べたいんですよ、目の前の人は。はい、そうやって言ってる、ね、ずっとね。そうですよね、はい、で私はラーメンが食べたいんですよ。だけど焼肉を食べたい人からすると、相手はラーメンを食べたいって言ってるんですよ、うんうん、だけど私は焼肉を食べたいんですよ、うん、で焼肉を食べに行く、ラーメンを食べに行く、両方食べに行くっていうと、これ全く相乗効果発揮できてないんですよ。相乗効果っていうのはですね、実は今そこにはない意見になるわけです。そこにないものになるわけですよ。へえ、どういうことですか、はい、例えるならば、世の中には相乗効果発揮したものっていっぱいあってですね、はい、はい、
身近な例でいくとコーヒー牛乳とか、あ、ね、コーヒーの美味しさと牛乳の美味しさが交わることでめっちゃ美味しくなるみたいな、うん、全く別のもんですよね。コーヒー牛乳はコーヒーではないですもんね。牛乳でもないですよ、はいはい、そう、コーヒー牛乳でも合わせることによって、うん、いいものになっている。そうですよね。っていうこの古くからあるものでいくとね、あの、はい、それもありますし、うん、企業のコラボとかもそうですしね。ああ、そうね、はい、そこにその会社が入ったらそうなったんだみたいな。あとお菓子、うん、お菓子とか結構多いんですね、うん、最近お菓子がコラボするみたいなね、お菓子会社とかね。ああ、チョコの会社とアイスの会社が、うん、そうですね、コラボして、コラボしたりとかある、ありますよね、はい、はい、あとはまあとある番組とねコラボしたりとか、あ、アニメとコラボしたりとかね、あ、ある、グッズとかね出てきますけど、あるあるある、そう、あれは全く ねそれぞれの良さを生かしたものが、全くなかったものが出てますもんね。それはだからウィンウィンになってる、ウィンウィンになってますよね、両方が、あのウィン、手に入れたものを手に入れてると思いますからね、うんうんうん、そうですよね。だから両方が手に入れたものを手に入れる方法あるんじゃないですかね。焼肉行きたい人とラーメン食べ行きたい人が相乗効果を発揮したらね。え、何、韓国料理ってこと？あ、韓国料理行きます。なるほど、新しい案ですよね、うん、韓国料理ってどうするんですか？ラーメンを食べる人と、うん、サムギョプサルを食べる人で分かれる、うんうんうん、なるほどなるほど、韓国の冷麺みたいなとかね、そうありますもんね、そう、はい、ラーメンもありますね、はい、はい、でサムギョプサルを食べる相乗効果ですね。いいのかな、そんなので。はい、なるほど。全くないものなんですよ。だから第三の案って言うんですけど、今そこにはない案が2人が交わると出てくるんですよね。第三の、じゃあどうするってこと、はい、って話し合うってことですか？そうですね、第三の案ってことは、例えば、うん、私焼肉食べたい、ひみ先生はラーメンが食べたい、うん、じゃあどうする？絶対に焼肉じゃないと嫌なんだけど、うん、ってなったらあの何を目指してますか今いや、それはもう相乗効果、どういう会話になるのかなと思って、それもなんか行事が発揮より残ったっていうタイミングぐらいのこう対決じゃないかなと思うんですけど相乗効果の会話ってどんな感じですか？ OK OK、 それもいいじゃんっていう会話になるってこと？そうだと思います、そうだと思います。相手を、ね、じゃあどうする、じゃあどうする、相手を受け入れてどうするっていう、理解、相手を理解する、そうですね、ってこと、うん、2番目に食べたいのは何ですか？2番目に食べたいのですか、うん、なるほどなるほど、唐揚げ、やだありそうじゃないこの会話、うん、なるほどです、なんか寸劇が始まってきたんですけどねいやだから日常に落とし込んでいかないとちょっと理解がなるほどなるほど、難しいんだもん、うん、今ねシミュレーションしてた、ね、そう、私今シミュレーション中、うん、はい、じゃあ次はまあ聞くんですね、嫌、うん、だって言いながらね、うん、合わせたい、聞きたい、あ、合わせてくれるんですか、うん、そう、合わせてあげたいんだけど、合わせてくれる感じの対話じゃなかったですけど、ね、でもなちょっと脂っこすぎるなみたいな、うん、唐揚げがね、うん、なるほど、はい、次行ってください。ラーメン唐揚げの次、ラーメン唐揚げの次、次はね、そうですね、うーん、中華料理、あー、中華料理ならいいかも、うん、みたいなあ、聞いてくださってね、なんか中華料理って言われたら麻婆豆腐なら食べたいなとか、うん、なるかも。なるほど、あのね、気をつけないといけないのはですね、あのこの第三難を出すのはですね、あの妥協ではないんですよ今のダメですね、じゃあ妥協ってあるじゃないですか。え、全然でも妥協してないよ、これしてるのかな麻婆豆腐もめっちゃ好きなんですようんうん、なるほどなるほど、だから妥協して麻婆豆腐にしてるわけかそう、これ意外とこの、え、やばい、ね、また線引きが分かんない、線引きが難しいですよね。妥協案ってあるじゃないですか、はい、じゃあそれならいいよ、そう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 、相手が言ったことに対して、まあ、合わせる部分を作るというかね、はい、重なってる部分があるわけですよ、ね、はい、でもなんか第三のは全く重なってないので、うん、はい、じゃあ全く重ならない場合はどうするんですか？
全く重ならない場合、うん、例えば質問も質問で返されたのに全く重ならない場合とは、なんか例えば日見先生は今第1位ラーメン、第2位唐揚げ、第3位中華、うん、としたら私の場合は第1位、牛焼肉、第2位妥協して、豚焼肉、第3位韓国料理サムギョプサルみたいな、もう全く交わってないじゃないですか、うんうん、そうなったら先生は何て言いますか。そうなったらというのはその合わない意見が、まあ今日は何かを選択しましょう。それが妥協じゃないの。それは次はどこどこに行きましょう。あ、だから今回に限るなって言われたな前あのゴールを思い描くのが、うんうん、今日この瞬間だけじゃない。そうですね、の話、今日この瞬間だけのウィンを考えて行動するのではなく中長期的なウィン、ね、ああまた振り返っちゃった。でこの人との人間関係を良くするためには、まあ、もしかしたらそういう選択もね必要かもしれないですよね、うん、だから今日は妥協かもしれないけど、あのこの人との信頼関係を築くためのウィンウィンを今日は選択をして、また今度ラーメン行こうとか、うん、また今度焼肉屋さん行こうっていう会話を作る、うん、そういう発想もあるかもしれないですよねそしてラーメンはねもう、まあ、一人ずつで行ってもいいかもしれないですけど、焼肉はねちょっと大人数で行った方がいいかもしれないんでね、はい、今度大人数で集めるかとか、 なんかそういうの企画しようかとかいう案が出てくるかもしれないですよね。そういうのがあのお互いの意見をすり合わせることで出てくる第三の案ってことですよね。理解に徹してなかったわけですかね私は今。理解に徹するって深いですよね。なんかまた聞くに戻ってる自分がいるんですけど。そうですよ、はい、なんか一個の会話のたんびにあれこれってウィンウィンになってるかな、うん、聞いてみよう、うん、あそれいいじゃん、うん、相乗効果、あれでも話し合った先にまたあれまたこれってウィンウィンになってる、あ聞いてみよう、あそれいいじゃんという流れがずっとやっぱり続きますね、うんうん、ということですよね。だから自立から相互依存に向かう、自立から協力していくっていう体制に向かうにはもうこの循環ですよね。4、5、6の循環がねとっても大事なのかなと思います。これまたここから深まったりします、もしかしたらこれで終わりじゃないですよね、ちょっとこの相乗効果の部分、うん、はい、あのいろいろなね相乗効果がねどういうふうにこう生かしていけるかみたいなところはねやりたいなと思います。特に子育ての方に向けてね、はい、なんか役に立ちそうな話題をですね、うん、提供していきたいなと思いますけどね、はい、あのここまで来るともう7つの習慣完成近いんで、あちなみに完成はないんですけど、まあでも7番までもうすぐですよっていうことですよね。そうですね、はい、これ次回ワーク、うん、あワークをねやりましょうね今回。いやいやワークは次回かな。はい、ちょっとお腹いっぱいになってきたねでもあの前回の習慣、あの宿題をちょっと引き続き続けようと思って、はい、そうですね、はい、習慣にしていただくといいかなと思います、はいはい、7つの習慣ですからね、うん、この番組のね、意識思い出すことを頑張りたい、うん、なるほど、なんかわかります、カレンダーに入れるとか、うん、スヌーズ機能をつけておくとか、通知を携帯に送ってもらうように設定するという努力をしたい、ちゃんと、うん、めんどくさいから後回しにしがちだと思うけど。ちなみにですね、これブログにも書いたんですけどね、この前講演会聞き行った時にですね、はい、たまたま隣の席に体の大きな方が座ったんですよ、はいはい、あの部屋に属してる方です、うん、はい、はい、で別にあの見ようと思って見たわけじゃないんですけど、うん、その方が持っているスマホをチラッと見えたんですよね、うん、はい、そしたらですね、あのそのスマホの画面にですね、うん、文章が書いてあったんです。
おお。5か条ぐらい書いてあって、へえ、意識したいこと。そうです、待ち受けにする。はい、それはすごくね学びになりました。待ち受けにしたいと思います、ね、その方はね、待ち受けね、多分幕下の力士だと思うんですけど、はい、幕内に入るって一番上に書いてましたね。あ、幕内力士になるって書いてました、ね、まあ、見たくて見たわけじゃないし、うん、ね、あの、まあ、パッて 見えちゃったんですけど、それを私にね見せてくれたの、なんか意味があるのかなって私は思ってるんですけど、じゃあちょっと今回の宿題はそれにしますね。待ち受けを変える、うん、なるほど、待ち受け画面変える、はい、はい、そうですね。この番組も耳で聞いていただいてる方がね多いと思いますのでね、本はちょっとなとかね、はい、漫画はちょっとなとかね、はい、そこまでちょっと時間が取れないんだよねっていう人がお耳で勉強してもらうってことになりますので、ね、はい、ぜひあのこんな時どうする的なメッセージはですね、うん、引き続き募集したいなと思いますね、はい、こういうことがあったんだけどどうしたらよかったのかとかね、うん、なんか具体的なのがあるとね、そうですね、具体的なのをいい、ね、聞いてですね、日常の中で、うん、はい、どんな風に役立てれるのかっていうのをねお話しするといろんな方に役に立つのかなというふうに思いますので、ね、はい、メッセージをお待ちしております、はい、ちょっと私も考えるようにします。メッセージを、うん、私もなんか日々の悩み何があるかなと思って、磯村さんが持ち込み企画でね、うん、はい、なんか自分も意外と思いつかなかったりする。だから昨日何してたのですよ、さっきの、あのいいことあったが答えられないから、うん、今日何があったっていうね、そう、何が良かったかなっていう、ね、だから悩みありますかって言われても、いや別に、うん、だから日常に目を向けて見たいなと、うん、もういいですね、いいですね、うん、はい、思った、はい、ということです。はい、ありがとうございます。 Seven Habits、 あなたと子どものいい習慣。このプログラムでは皆さんからの子育てエピソードや子育てについての疑問・質問・お悩みを募集します。詳細欄にあるメッセージフォームからお送りください。7つの習慣でより良い子育てにつなげていけたらいいなと思っております。毎週金曜日の朝配信しています。お聞きのプラットフォームで番組のフォローをしていただけると配信の際に通知も届くので便利です。よければ高評価もお願いします。セブンヘビッツ、あなたと子どものいい習慣。自立学習コンダクター氷見ゆきなりと子育て興味津々の磯村美和でした。また次回お会いしましょう。Seven Habits、 あなたと子どものいい習慣。